皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 i w a v e 松阪です。さて、年末が近づき、すでに年賀状を出された方も多いのではないでしょうか。そのような中、松浦武四郎記念館と本居宣長記念館では、松浦武四郎さんと本居宣長さん宛ての年賀状を募集しています。松浦武四郎さん宛に年賀状を送っていただくと、リニューアル後の記念館と誕生地に入場できる無料招待券がついたオリジナル年賀状をお返ししています。また本居宣長記念館でも同様に、記念館の無料招待券がついたオリジナル年賀状をお返ししています。それぞれの送り先はご覧の通りです。皆様からの年賀状をお待ちしています。それでは今回のラインナップです。松阪鶏焼肉のコラボした新商品を三重松阪マラソンで販売することに伴い、関係各社が竹上市長に表敬訪問しました。11月21日から開かれていた市議会11月定例会が閉会しました。現在、松浦武四郎記念館では企画展示武四郎の蝦夷地調査が開催されています。公民館内のサークル活動を紹介するくるっとサークル、今回は幸い公民館の活動をご紹介します。